まあ、この大事な試合になればなるほどそのプレッシャーも大きくなると思うんですけど、高橋さんはどうやってそのプレッシャーと向き合ってきたんですか？そうですね、まあ、もう僕自身はまあプレッシャーというよりかは、まあ、シンプルに本当に勝ちたい、誰にも負けたくないという気持ちで向き合っていたかなというふうに思いますね。あと錦織選手、本当に試合が続いているので、うん、疲れの蓄積がすごくあるなと思うんですよね、勝手に。まあ、本当にただ僕自身は納得のプレーをこう続けてこられたらなと思います、ね。キャスター業の緊張というのはどうですか？これはもうプレッシャーですね。シンプルにプレッシャーを感じてます。さて、オリンピックの